ロンドン動物園ロンドン動物園はロンドンの中心部ウェストミンスターに存在する世界で最初の科学動物園である。1828年に開設された当初は科学的研究のために動物を収集しておくことが目的であったが1847年に一般公開された。現在では650種以上の様々な動物が集められている。本動物園は ロンドン動物学協会により経営されており、その敷地はロンドンのリージェンツパークの北端付近を占めている。リージェンツ運河が動物園内を貫流している。ロンドン動物学協会はベッドフォードシャー州により敷地面積の広いホイップスネード野生動物園も所有しており、ゾウやサイのような大型動物はそちらで飼育されている。ペンギンの救治初期の段階から ロンドン動物園は建築物の設計を一流の建築家に依頼することを誇りにしてきた。次に挙げる建築物が特に有名である。1930年代に作られたペンギンプールは初期の鉄筋コンクリート建築として高い評価を受けた。ペンギンは新しい展示施設に移されているがプールは保存されている。多くの映画及びテレビ番組が ロンドン動物園で撮影された。有名なものとして、ハリー・ポッターと賢者の石が挙げられる。ありがとうございます。